皆さんこんにちは。今日は TOKI の7日間コーデ紹介していきます。 Fashion is my life。 TOKI's Fashion First Day。 さあ TOKI さんの登場です。これは全て S サイズで揃えているのでしょうか。アディダス、エンポリオ、アルマーニ、グッチ、ヤリラフィー、3種の神器を揃えてここに降臨しています。これは日本のファッション業界も震えるのではないでしょうか。このコーディネートは唯一無二。はい、これ月曜日ですね。どう？いいですね。月曜日ファッション。これはコンセプトは？平日休み、朝から軽くお出かけ、うん、あちょっとなんかスポーティー、アディダス、カルノーナイキー。あー、いいですね。でも動きやすい、これも結構サラサラの T シャツで、まあ、入れずに隠すと、うん、もうなんか起きてそのままこうキャップかぶって出れちゃう。あー、最高のファッションやな。はい、火曜日TOKI's Fashion Second Day。 なんなんだこのファッションは。入れ墨をチラ見せし、前は全開。この服を着れるのはヤリラフィーの TOKI しかいない。背中は傷まみれ、腹はブヨブヨ。これでこの服を着る男、かっこよすぎます。これはイタリアのファッショニスタジローラモさんと協力して開発したファッションだそうです。はい、 OK です。はい、お前もうバンなるぞ。何がやる、バカエロいやん。やばいやばい、これ渋い渋いな。コンセプトとしては、うん、戦場っていう名前。戦場な。ぽいやろ。うん、ぽいぽい。まあ戦場でもしっかり生き抜くファッション。うん、アディダスの時は絶対ナイキだわ。うん、じゃあ次は水曜日お願いします。 TOKI's Fashion Saturday。さあ、小2の頃から買い替えていない T シャツを着用し登場だ。この腰からふくらはぎへのラインがセクシーすぎる。これをできるのはブラックピンクかトキか、その2択だ世界で。このウィンクは世界を揺るがす。気持ち悪すぎます。ビリビリジーパンに赤い靴、これは何と言ってもモテないでしょう。はい、ちょ、お前さ、これなんなん。こうやってるやつ、ボディービルポーズ、何やねんそれ。あ、出ました、アトラン。これはだから結構ガチお出かけ。あ、そうやな。なんかもうこうとか持ってこういう感じ。かっこいい。これ結構動画でもよく見るよな。これだからそうやな、お気に入りセットや。デニムはもちろんスニーカー、うん、アトランティックスターズ、うん、でこの高架下ティー、うん、見えとって分かんとこな。コンプライアンスなかなか一番気合いの時。ああ、デートと、デートとか。そう、だからこれ来とる時に俺が待ちおったらあんま声かけたらあかんや。ああ、だから絶対デートやから邪魔したらんとって、その日は。そうな。いや、いい、いいじゃん。この日は邪魔した。彼女、大変やろな。するな、それ。え？やめろ。まあ、これだから3日目。うん、3日目。じゃあ、4日目、決めていこうか。はい、お願いします。TOKI's Fashion Fourth Day。世界に羽ばたくのは井上尚弥、那須川天心、いや、この俺だ。時の登場です。さあ、再び小2から一度も買い替えていない迷彩鬼ピチ T シャツを着用し、さらには全女子が嫌がる蛍光鬼短パン。はいはい、 4 days。 4 days な、待て、ね、何やこれ。バンテージ、バンテージ。あいつどこでも喧嘩スタイル。そうだ、これだからもう足しか分かるから。あ、なるほどな、喧嘩用の。これが何やろな、喧嘩っていうのはちょっと冗談やけど、うん、スポッチャとか、あ、まあ、これが大事な日、うん、スポーツデートとか大事な日、スポーツおしゃれ。でも分かる、やってますね。そんな言葉があんねんな、大事な日スポーツおしゃれ。そう、あんねん。なんて言うのな、こういうの、まああれスポーツファッションみたいな、ね、うん、あ、もういいです、5日目行きましょう。 TOKI's Fashion Fifth Day。胸にさらしを巻いて登場だ。さらに世界で一つしかない袖だけの着用、これは世界で TOKI さんしかしたことがないファッションだ。おっと、へそが少しでかいようだ。さあ、近づいてきた。おっと、フィニッシュ、アンビリバボー、フォー、ベリーベリー、オーマイガーッ、クレイジーボーイ、ワオ、レッツゴーレッツゴー。はぁ、はい、はい、ちょっと待ってください。ですか、これ何や。やめろお前、エロいな。だからこれセクシー系、うん、いや、これはでももう普段着ちゃうで。いいな、ポイントこれ。
みんな持ってたよ、袖。お前らやりすぎて袖持ってるから。まじでもう一回見ていきます。トキズファッション6 day。ファッションの流行を作るのは原宿。ファッションの最先端はイタリア。No, no. 違うね。ファッションのすべては俺が作り出す。ファッション is me。首に短パン、腰からジーパン、手には靴。この不可解な見た目こそファッションだ。はーい。はーい、ちゃうね、お前。もうむちゃくちゃやん、もう。何げえ。何げえ。どこで使うねん、それ。このファッション。これ？うん。これのタイトルは、アフリカンタイツお化け。トキーズファッション、セブンデイ。ついに最終日、ファッションの集大成とは、ファッションを極めし者の最終形態とは、ファッションが最後にたどり着く姿とは、一体どんな姿なのか？ It's Showtime! フルティンポー。